二千二十三年明けましておめでとうございます。本年もどうぞマスターの朗読空間をよろしくお願いいたします。さて今年は令和五年ウサギ年。ウサギ年といえば百四十四年前の千八百七十九年明治十二年もウサギ年でした。そして。 この年12月3日に誕生したのが小説家長井花風です長井花風は明治12年東京・小石川にてエリート官僚の家に生まれ旧正中学を病気で休学中に中国伝記小説や江戸下作文学などを読みふけり文学に目覚めましたその後江戸文学とフランス文学に傾倒し 父の意向によって渡ったアメリカで約4年間を過ごし、さらに10ヶ月をフランスで過ごして帰国します。今回はカフーが陽光帰り、29歳の時に発表されたアメリカ物語の中の一片、1月1日を朗読にてお届けいたします。元旦の夜、東洋銀行、米国支店の頭取の社宅で開かれた。 在留法人たちが集まる初春の宴会そこでは単身赴任のアメリカで満足な日本料理を味わえない男たちがテーブルマナーの気遣いなしに正月料理と会話を楽しんでいましたその席上宴会に参加していない金田という男の話題が出ます大の日本料理嫌いだという基人で 米の飯や日本酒と聞くと絶対に近寄らないという彼しかしなぜこのようにふるさとの食べ物を避けるのかそこにはある悲しい過去が存在していたのですどうぞお楽しみください長井花風作「アメリカ物語」より 1>, 1月1日1月1日の夜東洋銀行米国支店の頭取浪梨市,市の社宅では例年の通り初春を祝う雑煮餅の宴会が開かれた在留中はいずれも独身の下宿住まい正月が来ても塗装一杯飲めぬ不自由に 銀行以外の紳士も多く来会して20人近くの大人数である。きちいといってこの社宅には頭取の三代も代わってもう10年近く働いておるドイツ種の下女と頭取の彩君の遠い親類だとかいう書生と時には彩君ご自身までが手伝って目の舞うほどにせわしく給仕をしている。 アメリカまで来てこんなご馳走になれようとは実に意外ですなとひげをひねっていかめしく礼を言うもあれば「奥さんこれでやっとホームシックが治りました」とにやにや笑うもありまたは「じゃあもういっぱい何しろ二年ぶりこんなお正月をしたことがないんですから」と愚痴らしく申し訳するもあるいずれも 西洋人相手のデンナーにスープの音させる気遣いもないと見えて締め切った広い食堂内にはこの他人数がにちゃにちゃ噛む餅の音汁をすする音さてはごまめ数の子の響き焼き海苔のりの舌打ちなぞ、恐ろしく鳴り渡るにつれてどうだ君一つの叫び声手も届かぬテーブルのかなたこなたの杯の取りやり雑談 わずのののごとく湧き返っていいたたがその時突然金田はまた来ないな、はあ灰からにほんりょうり、ね、のえんかいだといえばかおをだしたことがない。 日本酒と米の飯ほど嫌いなものはないんだって言うから米の飯が嫌いそらまったく不思議だやっぱり諸君の銀行におられる人かと誰かが質問した「そうです」と答えたのは主人の頭取りでもう67年から米国におるんだが。 この後も一生外国にいたいたと言っている。騒然たる一座の雑談はたちまちこのきな人物の噂に集中した」「頭取はさすが老人だけに当たらず触らず」「ちょっと人付きは良くないかもしらんがごく無口なおとなしい男で長くいるだけ米国の事情に通じておるから事務上には必要の人材だ」 穏やかな批評を加えて酒かきに舌をうるおわした「しかしあまり交際を知らん男じゃないですかいくら酒が嫌いでも飯が嫌いでも日本人のよしみとしてことに今夜のごときは1月1日元旦のお正月だ」と最初の酔った声が不平らしく非難したがするとこれに応じて片隅から「 今までは口を出さなかった新しい声がおもむろにしかしまあそう攻撃せずと許しておきたまえ人には意外な事情があるもんだ僕もついこの間まで知らなかったのだが先生の日本酒嫌い日本飯嫌いには深い理由があるんだ、はああそうか僕はそれ以来大いに同情を表しておる一体どういうわけだ 正月の話にはちと適当しないようだが、と彼は前置きして。ついこの間、クリスマスの2、3日前の晩のことさ。西洋人にやる新物の見立てをしてもらうには、長くおる金田君に限ると思ってね。あっちこっちとブロードウェイの商店を案内してもらった帰り、夜も遅くなるし、腹も空いたから、僕は何の気なしに、 近所の品料理屋にでも行こうかとすすめると先生は「品料理はいいが米の飯を見るのがいやだから」というのでそのまま先生の案内でなんとかいうフランスの料理屋に入ったのさ「ぶどう酒が好きだね先生は」たちまちコップに二、三杯干してしまうと少し酔ったと見えてじっと目をすえて半分ほど飲み残した真っ赤なぶどう酒へ。 電気灯の光を反射する色を見つめていたが、突然、君は両親ともご健在ですかと聞く、妙な男だと思いながらも、ええ、丈夫ですよと答えると、うつむいて、私は、父はまだ達者ですが、母は私が学校を卒業する少し前に亡くなりました。 僕は返事に困って、飲みたくもない水を飲みながらその場を紛らした。君のファさザーは酒を飲まれるのですかしばらくしてまた聞き出す。いや、時々ビールくらいはやるようです。大したことはありません。それじゃ君の家庭は平和でしょうね。実際酒はいかんです。 僕も酒は何によらず一滴もやるまいとは思っておるんですがやっぱり多少は遺伝ですねしかし私は日本酒だけはどうしても口にする気がしないです匂いを嗅いだだけでもゾッとしますなぜです死んだ母のことを思い出すからです酒ばかりじゃない飯から味噌汁から 何に限らず日本の料理を見ると私はすぐ死んだ母のことを思い出すのです。聞いてくださいますか。私の父はある人は知っていましょう。今では休職してしまいましたが元は大詩院の判事でした。維新以前の教育を受けた看学者、看詞人それに 京都風の風の流を学んだ茶人です。書が骨董をはじめ刀剣盆栽盆石の鑑賞家で家中はまるで植木屋と小道具屋を一緒にしたようでした。毎日のようにいずれも眼鏡をかけたハゲ頭の小道具屋ともう今日ではちょっと見られぬかと思うくらいな妙な奉還肌の続犯や裁判所の書記どもが詰めかけてきて。 父の話し相手酒の相手をして十二時過ぎでなければ帰らないその給仕や酒の看板をするのは誰あろう母一人ですむろん下女は仲働きにおはんたきと二人までいたのですが父は茶人の癖として非常に食物のやかましい人だもので到底奉公人任せにしてはおけない 母はサンドサンドを自ら父の膳を作り酒の缶をつけ時には飯までも炊かれたことがありましたそれほどにしてもまだその思考には適しなかったものと見えて父はサンドサンド必ず食物の小言を言わずに箸を取ったことがない朝の味噌汁をすするときからして三州味噌の匂いがどうだ塩加減がどうだ このたくあんの切り方は見られぬこの塩辛をこんな皿に入れるとんまはないこの間買った清水焼きはどうしたまた壊したのじゃないか気をつけてくれんと困るぞちょうど落語家が真似をするとおりそばで聞いていても頭痛がするほど小言を言われる母の仕事は書く 永久に装備されない料理人のほかに、ちょっと触っても壊れそうな書が骨董の注意と、盆栽の手入れで、それも、時には例の一つも言われればこそ、いつも料理と同じように、行き届かぬ手抜かりを見つけ出されては叱られておられた。ですから、私が生まれて第一に耳にしたものは、すなわち、しばがれた父の口小言。第一に目にしたものは、 いつも助けを外したことのない母の姿で、無邪気な幼心に、父というものは怖いもの、母というものは痛ましいものだという考えが何より先に染み渡りました。私はほとんど父の膝に抱かれたことがない。時々は優しい声を作って私の名を呼ばれたこともあったですが、猫のようにいじけてしまった私は怖くて近づき得ないのです。 ことに、父の食事は前申す通り、到底子供の口になぞ入れられる種類のものではないので、一度も禅を並べて箸を取ったこともなく、幼年から少年と時のたつに従って、私は自然と父に対する親愛の情が疎くなるのみか、その反対に、父なる者は暴悪武道な鬼のように思われ、それにつれて母上は無論、 私の感じるほどではなかったかもしれないがとにかく父が憎さの私の目だけには世の中に何一つ慰みもなく楽しみもなく暮らしておられるように見えたこういう境遇からこういう潜入の感想を得て私はやがて中学校に進み円満な家庭の様や無邪気な子どもの生活を移した英語の特本それから 当時の雑誌や何やらを読んでいくとラブだとかホームだとかいう文字の多く見られる西洋の思想が実に激しく私の心を突いたのです。同時に我が父の口にせられる孔子の教えだの武士道だのというものは人生幸福の敵であるという極端な反抗の精神がいつとはなしに固く胸中に基礎を築き上げてしまった。 年とともにちょっとした日常の談話にも父とは意見が合わなくなりましたから、中学を出て高等の専門学校に入学するとともに、私は親元を去って寄宿舎に入り、折々は母を訪問して帰る道すがら、自分は三年の後、卒業したなら、父と別れて自分一個の新家庭を作り、母を生じて愉快に食事をしてみよう。 よくそんなことを考えていましたが、ああ、人生夢のごとしで、私の卒業する年の冬、母上はあの世に浮かれた。何でも夜中近くから急に大雪が降り出した晩のことで、父は近頃買い入れた松の盆栽をば、庭の敷石に出しておいたので、この雪の一よをそのままにしておいたなら、 雪の重さで枝ぶりが悪くなるからと下女か誰かを呼び起こして家のうちへ取り入れさせようと言われたところが母上は折やしく下女が昼風の気味で弱っていたことを知っておられたのでかわいそうですからと自ら寝巻きのままで雨戸をくって庭に出て雪の中をば重い松の盆栽を運ばれたその夜から風邪をひかれ たちまちま急性肺炎に変傷したのだそうです。私は実に大打撃を被りました。その後というものは友人と一緒に牛肉屋だの料理屋などへ行っても酒の勘がいけないとか飯の炊き方がまずいとかいう小言を聞くと私はすぐ悲惨な母の一生を思い出して胸がいっぱいになり縁日や何かで人が植木を買っているのを見れば。 私は非情な惨事を目撃したように身を震わさずにはおられなかったです。ところが幸いにもひとたび日本を去りこの国へ来てみると万事の生活が全く一変してしまって何一つ悲惨を連想するものがないので私は言われぬ精神の安息を得ました。私はほとんどホームシックのいかなるかを知りません。 ある日本人は、盛んに米国の家庭や婦人の欠点を見出しては非難しますが、私にはたとえ表面の形式、偽善であっても何でもよい、夫が食卓で妻のために肉を切って皿に取ってやれば、妻はその返しとして夫のために茶を継ぎ、菓子を切る。そのありさまを見るだけでも、私は非常な愉快を感じ、強いてその理面を伺って、 せっかくの美しい感想を破るに忍びない。私は春の延べピクニックに出て、大きなサンドイッチやリンゴを皮ごと横かじりしておる娘を見ても、あるいはオペラや芝居の帰り、夜更けの料理屋でシャンパンを飲み、夫や男連には目もくれずしゃべっておる人の妻を見ても、よしやもう少し極端な例に接しても、私はむしろ喜びます。 少なくとも彼らは楽しんでおる、遊んでおる、幸福である。されば、妻なる者、母なる者の,の幸福な様を見たことのない私の目には、これさえ非常な医者じゃありませんか。お分かりになりましたろう。私の日本料理、日本酒嫌いの言われはそういう次第です。 私の過去とは何の関係もない国から来る西洋酒と母を泣かしめたものとは全くその形と実質の違っておる西洋料理これでこそ私は初めて食事の愉快を味わうことができるのですこう言ってね金田君は身の上話を聞いてくれたお礼だからと僕が止めるのも聞かずに。 ととうとうシャンパン酒を二本ばかり抜いた「さすが西洋通だけあってブドウ酒だのシャンパン酒などの名前は詳しいもんだ」弁者は語り終わって再び雑煮の箸を取り上げた「一座しばらくは無言のうちに女心の何につけても感じやすいと見えて頭取の婦人のつくため息のみが際立って聞こえた」 明治40年5月